life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. はい、どうも皆さん、おはようございます。おはようございます。今日はね、なんと我々、僕たちが住むオタゴ州のダニーデンという場所からカンタベリー州のテマルというところまで、ドライブをしております。はい、ルースが運転してくれてます。7年ぶりのニュージーランドの高速道路に乗っています。少し緊張しますね。緊張しますね。で、このティマルっていう街なんですけど、もうすごい綺麗らしいので僕個人的にもすごい楽しみなんですが、今回はルースの友達が30歳の誕生日ということで、うちの誕生日パーティーに、呼ばれたので、招待されたので、今向かってます。ティマルのすごい綺麗な素敵な景色を皆さんとも共有できると思うので、ぜひお楽しみにしててもらえればなと思います。私も初めて行きますので楽しみにしてます。はい、そうね。そんな感じでティマルに向かっております。はい、これたちたちの昼ご飯です。もう12時に過ぎてます。これがハムとサラダのサンドイッチです。割引になってました。で、これがクライストチャーチの有名なクッキーです。これ美味しい。うん、東京にも知ってなります。これニュージーランドに来るまでの飛行機で食べたもんね。そうそう、美味しい。うん、じゃあね、いただきます。美味しい。うん、中は何が入ってますか。うん、バター、ちょっと待って。バターとチーズ、ハム、レタスとトマト入ってます。最初も食べてみな。はい。またニュージーランドで衝撃的なことが起こりました。今これルースが開けて食べようとしてたんですけど、見てこれ、これ賞味期限なんですけど1週間前に切れてます。どういうこと。まあ消費期限ではないけん、食べればするんですけど、賞味期限でも切れたものを、まあ、日本で売ってないじゃないですか。もうびっくり。買う前にいつもあれ確認した方がいいと思います。割引してもらうかもしれない。まあそういうことで、ニュージーランドではこういうこともあるので、気になる人はちゃんと確認をして買った方がいいと思います。食べましょう。食べましょう。テマル初めて観光目的で来たので、経由したことあるんですけど、クライストチャーチに行くまで、バスでね、でも初めてテマルに来ました。で、最初の印象はいい。かわいいし、うん、さっき車で通ったら結構街も大きかったよね。そう、大きかったし、見どころたくさんあるような印象でした。うん、なんかお店もいっぱいあったね。うん、後で時間があれば行ってみたいけど。そうですね、行ってみたいです。まあでもどうせ閉まるっちゃろうな、すぐ。ニュージーランドのあるある。あと海もすごく綺麗です。そうそう、今どこに向かうって言ったっけ。カロラインベイ、カロラインベイという浜辺です。うん、すごいね、こう木とかも、うん、海っぽい。そうね。
16日にボクシングデーと言いますが、その日に夏祭りがあります。その時にいろんな人がティマルに来て、あの美味しいものを食べたり、この辺で、あの作られているビールを飲んだり、のんびりしてます。まあカロライン・ベイをちょっと探検したいなと思います。その夏祭りがあるところに行くわけ。ここで夏祭りがあるんかな、普段。うん、だと思いますね。結構広くて、あの多分ここでテントとかが建てられるんでしょうね、こっちの広場でね、うん、ああなるほど。ないんですけど、でもまあ多分ね、ここっぽいですね、予想。はい、コーヒー買ってきました、ちょっと気分転換にね。後ろもなんすごい綺麗やね、うん、あのめちゃくちゃこう外国感がある。そう、このすごく短い太い木が大好きです。なんかあれやね、南国感が漂っとるよね、こう、うん、ハワイ的な。そうね、行ったことないけど行ってみたいですかね。いつか。あとこの公園はミニゴルフ、あの日本でなんていうっけ、あのちっちゃいパターゴルフがあったりとか、あれも1人5ドルで、うん、そう、まあ、安い、あの500円なんで結構安めの金額設定で、この街結構何でも安いよ。あのこのコーヒーも4ドルやったっけ。あ、4ドルです。はい、4ドル400円やし、アイスとかも250円、うん、2.5 ドルで、売ってあったりとか、結構物価が安いんで、で街もそこそこ大きそうなんで、結構住むにはいいかもしれないです。そうですね。ね、おはようございます。おはようございます。今朝の9時ぐらい、9時半ぐらい、うん、9時半ぐらいで、バースデーパーティー、もう夜中1時ぐらいまでみんなでパーティーして、誕生日を祝って、うん、で今日朝起きて近くのパン屋さんで、パンを買って、私はヨーグルトとミューズリーの、あの食べ物を買って、すごい美味しそうですね。スプーンも入ってます。で、大使はソーセージロールという食べ物を買いました。ここのベーカリーが好きです。ここのパン屋さん。クープレンズと言います。あとコーヒーも買いました。かわいいね。そう、ニュージーランドらしいですね、この絵。鳥。ニュージーランドは鳥の種類がすごく多くて。うん、あの独特で、それはあの鳥をモチーフにすることが結構多いですね。私も鳥が大好きです。おー、すごい、やってきました。すごいね、あのここちょっと有名というか可愛い灯台がネットで調べると出てくるんですけど、うん、どこかなって探しよったら、なんと散歩しよるときに目の前に出てきた。私が景色きれいと思ってて、え、あれ。かわいい、すごい。今日朝早く起きてよかったね。いや、ほんと。うん。この景色最高。朝日を見ながら、海を見ながら散歩して朝ごはんを食べる、最高です。最高です。ニュージーランド、美味しい。中はカレーソーセージになってます。見てください、この灯台。いや、もう来る価値あるよね。これもともと1878年に、ここに建てられて、で1970年まで、現役で、灯台として活躍した本当の灯台になります。で1978年というと、日本でいうと明治時代初期ぐらいになるので、まあ、それぐらいから長いこと現役の灯台として、ここで活躍し続けた灯台になります。でその後マオリパークっていう公園に一度場所を移されたみたいなんですけど、
やっぱりすごい歴史的なものなのでこの場所にまた戻されたそうです。結構ニュージーランドのものって一回建てたものをいろんなところに移動させたりするっていうのが結構よくあるような僕はイメージがあるので、まあ、この灯台も、いろんなところに移動しながら地元の人たちに愛され続けた灯台に、なります。すごい、もうここ最高、この景色と散歩も最高やね。そう、最高朝から多分100人ぐらい散歩しようじゃないかなっていうぐらい、うん、犬と一緒にとか、犬と一緒にね、あと自転車乗ってる人もいて、サイクリストも結構ね多いよね、うん、ジョギングしてる人もおる、うん、で、さっき今もちょっと明治時代とかの歴史の話をしたんですけど、僕たちが住んでるのはオタゴ州っていう、まあ、オタゴっていう地域になるんですけど、僕たちが今来てるのはカンタベリーっていう地域になります。で、このカンタベリーとオタゴって雰囲気が全然違って、これなぜかというと、オタゴは、スコットランド人とかあとはアイルランド人が移住してきて作った町がオタゴになります。で、この僕たちが今いるカンタベリーっていう町はイングランドの人たちが移住してきて、作った町になります。なので、町の景色とかもやっぱり若干違うし、あとは喋り方が全然違う。なんで僕はオタゴに行ったら、あー、ちょっと聞き取りづらいなとか、もう下手したら言ってることが全くわからないこともあるんですけど、アメリカ英語とかなりかけ離れてるんで。でも、このカンタベリーの言葉に関しては結構イギリスに近い訛りで、イギリス訛りだと僕もある程度わかるので理解がすごいしやすかった。僕結構こう普段の生活に歴史が見えるところってすごい好きなんですけど、あ、こうやってやっぱ今までの人たちが築き上げてきたものが未だにこう生きてるんだなっていうのが一つ発見で面白かったです。すごいね、ティマルには立派にたくさんあります。もう見てください。でかすぎやろ。はい、ということで、車を1時間ぐらい走らせて、今度はオマルっていう町までやってきました。さっきまでティマルっていう町にいたんですけど、今度はオマル、ティマルとオマル、なんかおすぎとピーコみたいな感じですけどオマルという町までやってきてます。で、この町は人口がさっき言ったティマルという町よりも少し少なくて1万人ぐらいの町になってます。で、この町は有名なのが石灰岩、チョークとかが作れる石灰岩がすごい豊富に取れる町で、石灰岩のブロックで作られている建物が多いです。なんで結構全体的にこう白い町になってます。あとは、この町で有名なのはスティームパンクっていう小説みたいなのがあるみたいなんですけど、その、テーマパークみたいな、建物があるみたいなので、ちょっとそのあたりも探検していこうかなと思います。では行ってみましょう。行きましょう、はい、すごい、なんかまた全然違うところに来たみたいね、はい、ダニーデンとは全然違う。ダニーデンはどっちかっていうと本当にさっきもちょっと話したけど、スコティッシュ、スコットランド人とかあっちの感じ、こう色があって、もういかにもヨーロッパみたいなイメージの建物が多いけど、うん、ここはなんか俺の勝手なイメージ、こうイタリア的な、なんかこんな感じそうじゃない。はい、スチームパンクをテーマにした建物までやってきました。皆さんスチームパンクって聞いたことありますでしょうか。僕は初めて今日聞いたんですけど、スチームパンクっていうのは映画とか小説とか絵を描く時の世界観のジャンルの一つなんですけど、19世紀のイギリスがモチーフになってます。で、19世紀のイギリスというと産業革命が起こった時代になるんですけど、その時のスチーム、蒸気と、パンクな世界観を組み合わせてスチームパンクで、だいたいスチームパンクっていうのは19世紀の、
産業革命時代中のイギリスの人たちが未来はこうなるんだろうなと想像してた世界観がモチーフになってると、ここに来ると小説のイメージとか書いてある絵のイメージが実際にこうやって形になっているものを目の前で見ることができます。Insert $2 coin. Bring the airship to life. やけん、ここに2ドルのコインを入れたら、多分あの宇宙船というか宇宙船じゃないけど気球がこう動き出すんじゃないかな。Bring the airship to life っていうのはあのエアシップ気球船に命を吹き込めっていう意味なので、多分こうぐわーってこう動くんじゃないかな。まあ2ドルももったいないんでしませんけど。それは、まあ、皆さんぜひここまで来た時に知ってもらえればなと思います。全部これで見てしまうとね楽しみなくなるから。祭りの音が聞こえてきて足勝手に動いてきました。行きましょう。大丸はいろんな見るとこがありますね。すごい。ニュージーランドですか？イギリスですか？ここはどこですか？楽しそう。すごい綺麗な服装を着てる人もいる。いやもうここなんか家族とかも連れてきたいぐらいあるな、うん、楽しいなここ楽しい。あ、海です。海もあるしね、うん、いやどうでしたか皆さん、ティマルオマル編。私たちは楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったよ、うん、ニュージーランドに来て一番楽しかったかもしれん今日が。よかったです。あと私も誕生日会も楽しんでニュージーランドの観光もできました。今まではあの地元のダニーンを少し案内しましたが、2人で初めてダニーンから出てきたのですごく嬉しいです。はい、ということで、僕たちと同じぐらい皆さんが楽しんでくれたらいいなと思いながらね、はい、一生懸命動画作ってますんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。